越智孝雄は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、衆議院財務金融委員長、内閣府副大臣、内閣府大臣政務官などを歴任。父は、元金融再生委員会委員長の越智道夫、祖父は、第67代内閣総理大臣の福田赳夫、叔父は、第91代内閣総理大臣の福田康夫。慶應義塾幼稚舎から、慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校を経て1986年3月に、慶應義塾大学経済学部経済学科を卒業。1991年6月には、フランス経済商科大学院大学を修了。2002年には、東京大学大学院に入学。法学政治学研究科にて、北岡伸一、田中昭彦に師事。2005年3月、東京大学大学院修士課程を修了。修士課程在学中の2004年には、修士論文として、デタント期の日本外交、福田政権の外交枠組みを提出している。2012年12月には、東京大学大学院博士課程を中途退学した。1986年4月に、住友銀行に入行し、1999年に、住友銀行を退校している。同年8月、衆議院議員秘書に就任。同年10月には父である、越智道夫金融再生委員長の秘書官を務めた。6名が出願した公募の中から2003年7月に、東京第6選挙区支部長に選出され、同年11月9日の第43回衆議院議員総選挙で、東京6区に、自民党公認で出馬するが、民主党前職の小宮山洋子に大差で敗れ、落選。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、小泉旋風に乗り、現職の小宮山に小選挙区で6000票余りの差で勝利し、初当選。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、民主旋風に飲まれ、小宮山に7万票以上の差をつけられ落選。重複立候補していた比例東京ブロックにおいても落選となった。落選後、人口減少を見据えた国家経営戦略の策定が必要と考え、日本の未来研究所所長として講演活動を展開。2011年、一般社団法人日本の未来研究所を設立し、2012年には未来構想として、2050年の国家像のイメージ素案を策定。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、現職の小宮山を破り、国政に復帰。2014年9月4日、第2次安倍改造内閣で内閣府大臣政務官に就任。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で参戦を果たす。同年、都市農業基本法案に関する小委員会の事務局長に就任し、2015年の都市農業振興基本法の議員立法を主導。2016年8月5日、第3次安倍第2次改造内閣で内閣府副大臣に就任した。2017年9月24日に、福田赗の内閣府副大臣が辞任したことに伴い、同氏の職務を兼務した。9月27日には赤間次郎総務副大臣が起用されたことを受けて兼務が解かれている。2017年3月15日、環太平洋経済連携協定の閣僚会合に副大臣として出席し、国の離脱で旧低下が懸念される中での共同声明発表と11カ国による交渉再開にこぎつけた。2017年10月22日、第48回衆議院議員総選挙に出馬。立憲民主党から出馬した落合貴之に1978票差の僅差で、小選挙区で敗れたが、惜敗率は 98% を超える値となり、比例東京ブロックにて復活当選となった。2018年には IT 社会実装が進むエストニアにて、政府、スタートアップ企業等から独自でヒアリングを行った上で、同年1月12日の日本、エストニア拡大首脳会合に参加。その後、未来投資会議におけるデジタル化、デラックス化の議論を担当副大臣として担当し、同年6月15日に骨太方針2018と未来投資戦略2018の閣議決定に導いた。2018年10月、自民党財務金融部会長に就任し、キャッシュレス決済へのポイント還元策を導入する等、キャッシュレス決済の普及を主導。2019年10月、自民党法務部会長に就任し、ゴーン元会長逃亡事件の再発防止を政府に要求。2020年10月、衆議院財務金融委員長に就任。2021年10月、第49回衆議院議員総選挙で立憲民主党から出馬した落合に惜敗するも、比例復活により5選。以下に略歴を示す。ありがとうございます。